からまあなんか防衛の話とかいろいろ。なんかこのゆるゆるな感じが誰も。ああ。テツさんいないですか。テツさんは。はい、大丈夫ですね。はい、よろしくお願いします。稽古訓練出発いたします。はい、はい、はい、行きますよ。ここら辺から大丈夫そうですね。ちょっとここだけ割れちゃいますけど。はい、いや割れるっていうかあんま問題ないんじゃないですか、ね、はい、そんなにあれなんで、ね、それでは皆さん行きますよ。はい、ね、ファンキーサーブデイ、イエー、新宿西口、イエーイ、ありがとうございます。今日はあれですね、これはアッキーのブルーウォーキング、あれですね、阿部昭恵さんがあれですね、ほら、ドナサマー、ドナサマー、ドナサマー、
森友学園の件です。これ何の電話か分かるの？森友学園の件です。これ何の電話か分かるの？皆さんです。参議院議員私山本太郎も一緒に歩いております。森友学園問題、国有地をただ同然で払い下げされたお仲間たちの利的行為、これに対して説明責任を求められている安倍昭恵さん、私人か公人か一般の人か権力者側か、そんな話がありますが、安倍昭恵さん、あなたは間違いなく公人です。安倍昭恵さん、国会に来てください。安倍昭恵さん、国会に来てください。祈ります。祈ります。安倍昭恵さんが国会に来てくれることを祈ります。
あなたしか知らない秘密、どうか私たちの前で語ってくれませんか。バスが出られます。あ、大丈夫ですか。お探せをいたしております。新宿西口付近ご通行中の皆さん、恐れ入ります。新宿西口付近をご通行中の皆さん、私たちはデモ隊です。失礼いたします。安倍昭恵夫人に国会ぜひ来ていただきたい、証人喚問ぜひ来ていただきたいと声を上げる市民に参加をしている。現在マイクを持っているのは私、参議院議員山本太郎でございます。財産、国有財産である土地をお友達にただ同然で差し上げた森友学園気になる失礼いたしました。皆さんの財産である国有財産、これを安倍昭恵さんの采配で、安倍総理の采配で、口利きで、ひょっとしてタダにしちゃったんじゃないのって話なんですよね。これに対して安倍昭恵夫人、ぜひ国会で説明をしてくださいというために皆さん歩いてらっしゃいます。どうもお騒がせいたしております。新宿二十路の皆さん、こんにちは。安倍昭恵夫人に国会に来てもらおうという声を上げる市民の皆さんに混ざってマイクを握る私は参議院議員山本太郎でございます。ご協力ありがとうございます。力がもらえます。ありがとうございます。お仕事ご苦労様です。仕事もせずにいろんなところでいい格好をしまわり、国民の財産を切り売りする総理夫人、ぜひ国会でご説明よろしく。はい、それではここではですね、アッキーと仲間たち、仲間たちをちょっと紹介を、しようと思うんですけども、あれですね、国有地、アッキーと国有地を、寄ってください。野村寮、野村寮、迫田理財局長ですね。迫田タイム。さあみんな揃って楽しく元気にごまをすりましょう。迫田さんに何かメッセージがある方いらっしゃいますかね。迫田さんにメッセージがある方。
の天才今まで見たことないとかなんとか言われたもんだが今じゃ知らねえサラリーマンってこれはまたどういうわけだ世の中間違っとるよ誠に遺憾に存じますそれが、はい、さあねはい森友の問題なんかあですはい
くり毎日ごわすび。ちょっとね、機材トラブルですね。機材トラブル。